さんこんにちは、かりんです。本日はですね、とある撮影に行きたいと思います。レッツゴー。今はですね、はい、こちらをご覧ください。あー、はい、渋谷です。はい、本日のヒントは帽子です。さて、到着いたしました。本日はですね、こちらカンゴール様の PR ということで撮影に参りました。さあ、中に入りましょう。すいません、お邪魔します。本日はよろしくお願いします。はい、今日はですね、このカンゴール様、渋谷店様の方で撮影をさせていただきます。はい、じゃあちょっとですね、明るい格好に着替えまして、今から、この店内のちょっと帽子をですね、物色してどれが似合うかなっていうのをやっていきたいと思います。はい、こちらなんか日本でしか売ってないというかね、はい、日本のテーマにした帽子らしくて、こっちの方、こういう柄とか、はい、下の方とかもね、そう、こういう柄物は最近の新作らしいので、はい、気になる方はね、ぜひちょっとチェックしに来てみてください。そうですね、で、私昔ですね、このバケットハットね、ずっとかぶってたんですよ。そう、なのでね、ちょっと今日嬉しいですね。ちょっと試着どんどんしていきたいと思います。お、どうですか。いいんじゃないですかいいんじゃないですか。はい、いいですね、かわいい。うん、ちょっとね、サウナハット的な感じでめっちゃ可愛いですね。で、女性の方、こういうさ、首元日焼けしたくないと思うので、なんかこういうね、ちょっとつばが後ろ長いっていうのもポイントかなと思います。まあ、黒はね、定番で可愛いので、ちょっと違う系統もいきたいな。こんなんどうでしょう。可愛いですね、ピンクね。はい、ちょっと春夏な感じでどうでしょう。ちょっと微妙です微妙って言われた。どうしようどうしよう。これもね、今かぶってみて分かったんですけど、サイズがやっぱりあるみたいなので、ネットで買うのもいいと思うんですけど、試着してしっかりどれが合うのかっていうのをね、ちょっと見た方がいいかもしれませんね。はい、じゃあ今日のちょっとブルーに合わせて、ブルー、あ、どうですか。かわいいですね。かわいい、かわいいちょっとこれ候補かな、今日のブルーと一緒で。うん、いいですね。次、ちょっと他にもいろいろ見てみようかしら。はい、ロックダンサーの皆さん欠かせませんよ、こちら。ハンチングの形をした504のキャップで合ってるのかしら。はい、こちらですね、504さん、ちょっとかぶってみたいと思います。きっと前髪はない方がいいんだろうなっていう感じですね。うん、あ、でもね、さっぱりしたこういう抹茶色いいですね。抹茶オーレっていうんですかね、これね。はい、どうなんでしょう。ちょっと他も行ってみようかな。あ、こんなの絶対可愛いな。どう。可愛いです。可愛いけどちょっと小さいなこの辺はどう。うわ、でもな、無難にバケットハットかな。ちょっと普段からね、私こういうベースボールキャップ系かぶるんで、ちょっとこれもかぶってみよう。前髪なしでいってみるか。どうですか。かっこいいです。かっこいい。あ、かわいい。これはこれでめっちゃかわいいな。最近のおすすめってやっぱりバケ派ですか。最近はもう秋葉原すっごい売れてますね夏に向けて。あとやっぱ初心者の人でもかぶりやすいんで。あー、確かに洗えるし。あー、そういうことですね。洗えるんですって、皆さん聞きました。夏はね、汗かいてこう塩がね、ちょっと出ちゃったりするんで。え、これめっちゃ可愛かったな。何系がいいと思います。やっぱり定番かな。定番な気がするな。なんかカンゴールさんといえばみたいな。こっちの色はどうなんだろう。さっきのブルーってどっちがいいんでしょう。やっぱブルーかな。なんかブルーな気がするな。これとこれだな。そんな気がしてきた。はい、無事にあの帽子が決まりましてですね、今、はい、場所をね、作ってもらってます。はい、今から踊る。
あ、いいですね。こういいですね。終わり方、かっこいいですね。カングルーカングルーカングルーってなって、なんか欲しい違います。もうちょっとなんか帽子をこう前にとか。正直、完璧でした。あの終わり方もそうですし、正直、あの言うことなかったです、本当に。本当ですか？本当に、本当にないです、本当に。本当に、本当に。じゃあ、笑ってないじゃん。1個いいですか、はい、皆さん、これちょっと僕のミスで、あのフォーメイするの忘れてたんですよ。ちょっと画質を良くして、一回撮るんで、次から本番で。わかりました。じゃあ、あの同じビームは。ビームは同じ、ね、ありがとうございます。今ですね、インスタ用の動画が終わったので、これから写真の撮影に入ります。はい。こちらも新作らしいので、そして麦わらなので、女性の方めっちゃ可愛いですよ。チェックしてください。緊張しますね、これね。もうちょっと前に見たのって、はい、結構厚いです。はい、ゆくじ。全部してるんですか？全部、はい、すごい、すごい、すごい、きれい。以上で、以上で大丈夫ですか？はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでカンゴール様での撮影が終わりまして、こちらのお帽子ね、かぶって帰ります。カンゴールヘッドウェアジャパンさんのインスタグラムの方に今回撮影したお写真だったりとか動画っていうのが載るので、ぜひチェックしてみてください。私ダンサーカリンのカリンロックのアカウントでもアップしますので、よろしくお願いします。カンガルー、カンガルー、はい、カンガルーでカンゴールということで、ただいま、はい、カンゴール様のですね PR 撮影を終えてお家に帰ってまいりました。いつもの制服のカリンに戻りました。今回ですね、撮影でお伺いした場所はカンゴールヘッドウェア渋谷店様でございます。渋谷駅の B1 出口からですね、まっすぐ進むと5分ほど歩くとですね、すぐに到着するような駅近な場所にあります。宮下パークからももうすぐに行けるような場所なので、皆さん気になる方ね、ぜひチェックしに行ってみてください。動画の中でもですね、私いろんな帽子の種類をですね試着させていただいて、今回どういう可愛いのがあるかなっていう風でいろいろ見させていただいたんですけども、やはりですね一番最初に目に留まったのがカンゴールさんといえばというところで、このベル型のバケットハットですよね。こちら概要欄にリンク貼っておこうかなと思ってるんですけども、こちらブレードカジュアルというですね帽子になっております。春夏の新作っていうことでですね、すごく注目を浴びているみたいです。で、なんといってもこちら、なんとなんと紙ですよ。ペーパー 80%、 そしてポリエステル 20% ということで、紙でできている麦わら帽子の素材なんですよね。はい、職人さんの手によってですね、このブレードを縫い合わせているみたいで、もうめっちゃで可愛い素材になっております。はい、撮影で被っていたように前髪をこういう風に出してね、カジュアルに、はい、こうやってパーって被ってどっかにねお出かけっていうこともいいですし、ホームページのモデルさんのようにもう前髪をアップして、でちょっとこういう大きいねアクセサリーとかをドーンっていっぱいつけて、でちょっとストリート的な感じで被ったりしてもいいんじゃないかなと思います。女性なんかはね、ワンピースだったりとかちょっとね甘辛い感じのファッションにもすごく合うんじゃないかなと思います。で、普通の帽子よりもちょっとこれね、つばが長くなってるんですよね。なので動画の中でもお話ししてたと思うんですけども、首元の日焼けとかもちょっと対策できるんじゃないかなと、はい、思って、すごくいいなと思います。こちらの麦わらの、まあこの紙の素材なので、お洗濯はねちょっとお家ではやっちゃいけませんっていうことなんですけども、夏春汗をかくので洗いたいよっていう方は、麦わらじゃなくてもこちら
ウォッシュドカジュアルっていう風で、これね、パーって見ていくと手洗いが可能なんですよ。はい、こういう感じで手洗いできる素材のお帽子もね、たくさん取り揃えてありましたので、気になるよっていう方はですね、こういう素材、洗濯ができる素材を選んでもいいだろうし、丁寧にケアをしながら、まあ、こういうちょっと変わった素材の、はい、楽しみたいよっていう方はいろいろ試着して試してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、今回の撮影でですね、こんな感じでめっちゃかっこよくね、写真撮ってもらったりとか、インスタグラムに掲載される動画だったりもめちゃくちゃ私踊ってますので、ぜひともですね、カンゴールヘッドウェアジャパンさんのインスタグラムですね、チェックしに行ってみてください。普段解説ばっかりしているカリンなんですけども、私プロのダンサーとして活動しておりますので、どんな腕前なのかなっていうのをね、見ていただけると嬉しいなと思います。 YouTube で初めてこういうね、現場というか裏側を見ていただけてすごく嬉しいです。今後もいろんな活動頑張ってまいりますので、皆さんグッドボタン、チャンネル登録、そして応援のほどよろしくお願いいたします。かりん頑張っていきます。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それでは皆さん、いい一日をお過ごしください。バイバイ。